ますよ。今回は課外授業ですから、はい、アプリ社会見学おもてなしツアー in 東京。東京。あったかい。泳げるね、全然ね。海行きましょう。じゃあ海行っちゃう。ここに何が入ってるか分かりますか。我らがヤフーさん。ヤフーさん行っちゃいますよ、今日は。頑張ってね、中でいろいろね見て勉強します。やった。ちょっと課外授業。 AD 課外授業ちゃんと止めて。すいません、すいません。いやもう間に合ったよ。間に合ったよ。今日来るんですか。いや来たよ。俺たちほら自腹でこいつがチャンプマイル使ってマイル来た。本当に本当ですよ。ここがマイルね。一緒にいてよ。いや一緒に行くんだから。行こう行こう。ちょっと行こう。来んな。 AD 止めて。ここは北海道発のアイドルグループフルーテンが通う女学園。日常に便利さと楽しさを与えてくれるスマホアプリを学んじゃいます。さあ今夜の授業は最先端の IT 技術が詰まったヤフージャパンに潜入。ご褒美をかけたトリビアクイズで喧嘩が勃発。さらに今すぐ使えるアプリの裏技も大公開しちゃうわよ。フルーツアプリ女学園ご一行様は早速村上学園長がいるヤフージャパン本社へ潜入。わーすごいよ。ちょっとね、すごくない。ヤフージャパン。そうですよ。書き方しますよ。ちょっと学園長はめっちゃ寂しい。学園長どこ行ったかな。あのちっちゃいもじゃもじゃのおっさんはどこにいますか。ほらCM を CM をそう、CM、ちゃんと村上 CM 様ははい、村上でしたら10階で皆様お待ちしておりますので。はい、わかりました。ありがとうございます。ということで10階へ。わあ、会社にカフェがあるっつうのめっちゃおいしそう。いい匂い。学園長どこ行ったの。そうですよ。あ、そう、ここにいるんですか。ここにいるんですか。どこにいるんですか。からあれ、あ、もじゃ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 ちょっとして、学園長。あ、どうも。いらっしゃい。嘘でしょ。いらっしゃい。こんなのふざけてるしかないでしょ。仕事してる、仕事してる。仕事してる。これ近所で有名な全く発明しない博士です。怪しい発明博士のようなこの方、ヤフージャパンの CMO で日本のモバイル業界をリードする村上新学園長。学園長は副業よ。以前学園を訪れた時は楽しいアプリを紹介してくれたり、ポリスになって生徒たちのスマホを取り締まってくれたの。今回はその時優秀だった生徒のご褒美ロケよ。どうしましょう。優しい。優しい。違う。ここカフェですか。ここカフェですね。社員用の専用のカフェに。マジ社員。じゃない。気づいちゃいました。気づいちゃいましたじゃなくて。ちょっと部外者の部外者じゃないわよ。これっつお。物扱い。なんなの。久しぶりに会ったのに。警備員じゃないです。お願いします。ちゃんと自分の前で使ってきたんだから入れさせて。私も。なるほど。え、ここのカフェの名前は何ていうんですか。ここはですね、キャンプテント。キャンプテント。キャンプテント。このカフェは社員たちが次の山を目指す前に英気を養うベースキャンプをイメージして作ったそうよ。店内にはハンモックや芝生とか社員のユニークなアイデアがいっぱい。焼きたてパンも食べられるんですって。まあ美味しそう。はい、皆さんお待たせしました。美味しそう。当店自慢のパンで。スマホ開発から何でも嫌ですんで私は。はい、というわけで学園長、はい、いきますよ、はい、せーの。ヤフージャパン本社トリビアクイズ。ちょっと待って、ちょっと待って、息も合ってないし何言ってるのか分かんないですけど、何ですか。なんかクイズ、まあ、トリビアクイズですよ。みんなでハンモックでね揺られながらね美味しく食べればいいじゃない。食べろ、情報番組じゃねえんだよ。それでは問題の方、はい、村上学園長からお願いします。はい、第1問です。はい、このカヤカフェではですね、普通の会社ではとても考えられないある変わった仕組みがあります。それは何でしょうか。
通ないんですね。ないですね、うん、もうこの時点でも結構結構ね、そうさらにさらに、まあ、この延長にあるみたいな感じ。あ、すごいヒント出しました。すごいヒント。あ、分かった。はい、あの時間に例えば12時ご飯食べるよって言ったら、うん、なんか空気すごい綺麗な空気が流れてくる。はすごい、これ今の空気が淀んでると。淀んでないですけど。おめえだよ。はい、はい、リーダー。お昼寝できる場所がある。まあむしろ今寝れるけどね、こうやって。あ、そうです。めちゃいそうする。はい、はい、リノ。バータイムがある。正解。びっくりした今。実はこれ18時6時夜の6時を過ぎるとバーに変わってマジお酒が飲めます。一個だけ条件があって、一応あの会社を退勤してから来てくれれば、そう、ちょっとここで寝座飲んで帰れるとか。だからあの外に繰り出さなくても、あ、もう今日仕事上がったと、じゃあそこで飲もうぜって言って、もうここでみんなでワイワイしながら飲んだり。めっちゃいいっすか。いいか。はい、というわけで、はい、リノバー独り占め。何で独り占めなの。何が分かんの。はい、どうぞ。リノもご褒美として焼きたて具沢山のホワイトシチューパンを召し上がれ。はい、いただきます。どうぞ。あ、もっともっと聞いたけど、サクサクね。焼きたてだから。おいしい。うん、なんだってなんだって。ちゃんとシチューのなんかこの濃厚な感じとパンの生地がすごい合ってるんです。そうだね、合ってるんです。なんかさあるよね、こうシチューこうつけながらね、こうパイとか、ね、すごいいいこと言ってるよね。普通のこと言ってるよね。普通のこと言って最後は良かった。良かった良かった、はい、ちょっと他のパンもね。すごいな。もう一個、一番人気ナンバーワン、これは、ね、北海道メロンパン。ちょっとハズキハズキハズキメロンメロンアタック。ほら、うわうわうわ、じゃーん、中の生地が絶対うまいって。パンの生地が本当にこれ、このカスタードクリームもまたね。カスタードクリームはい、入ってます。ね、匂い、匂い嗅いで、匂い、わー、匂いだけですよ。わー、本当にメロンだ。本当にメロン。わー、ちょっと超メロン。これ北海道メロンでしょ。匂いだけの方がちょっとイラッとしたわ。あー、やったー。何してんの。いやないでしょ。喋れないし、めっちゃ食べてて。これ僕がつなげっていうことですか。メロン 100% です。マジっす。このメロンパンはでもマンさんじゃなくてよかった。リゾだからまだよかった。いや、ちょっとやめてよ、そんなんかさ。仲良くやろうよ。空気悪くなってきた。2問目。特別に2問。もう1問いきましょう。じゃあ2問目に行きたいと思います。ちょっと待って、ちょっと待って、あの普通に食べてるっておかしいでしょ。まあまあまあ置いとく、置いとく、置いとく。2問目って言ったら普通は置いとくでしょ。切れちゃうから切れちゃうとかじゃない。はい、じゃあ2問目です。はい、このカフェ、あのこういうテーブルとかマッチにもあるんですけども、うん、なんか不揃いですよね。あ、確かに。これには実は理由があります。はい、それは何でしょうか。ここ会社名何でしたっけ。あ、いた。ヤフー。なんか。なんで。やばい。マジで。マジで。いや、まだまだまだ。マジで。わかりました、私これ。わかりました。勉強しました。私当てない。え、あなたを頑張って。そういう問題じゃないでしょ。わかったんだもんだって。ヤフーだぞ。ここはヤフーだぞ。もう。ちょっと待って、この人たちの時間を私が測ってるわけじゃなくて、もういいでしょ、こんなにやっても出てこないんだったら。一回目授業でやったことがあるんじゃないかなと。二人で声揃って言ってみようか。せーの、ね、ヤフーオークション。正解。成績優秀な2人をやっぱりね、招待した。いやいやいや、優秀でした。めっちゃ優秀だったじゃん。ちゃんと勉強してる、ちゃんと勉強してる。見事に正解したリーダーとリノには大人気メニューミックスジュースマンゴーミルクのご褒美よ。うわー、
乾杯してる感じ。勝利の乾杯ね。勝利の乾杯ね。いやもう、いや私当たってたし。おいしい。マンゴーミルクだってマンゴーミルクだってすごいいい匂いするもん。本当マンゴーそのままって感じ。そうそう。これちゃんとこうね生のマンゴー。生のマンゴー使ってるの。手作り感が。そうじゃない。原価すげえかかってるよこれ。すっごいなんかクリーミーだね。うん。あんたおまけだからそんな。いやおまけだからとか言わない。マイルドだよ。自分のマイルドだから。言ってくださいよカメラさん。ね。映してちゃんと映して。でも落ち着いてきた頃にね、社内の実際中もね案内したい。行きましょう。社会科見学へ行きましょう。はい、これはなかなか売れないよ。そうだね。実際事務所の方に上がってまいりました。すごいこんな感じで。寒いですね。そう。ここちょっとねこうオープンスペースになっていて、かっこいい。なんかどこでも仕事ができるような感じになって。ちょっとあの仕事してるやつがいるんで聞いてみましょう。やつやつでやつ。学園長だから力あるんだよ。直部下なんだ。直部下直部下だ。舐めてかかっていいぞ。大丈夫。彼はねこういろんなデバイスの試験をしたりとか、はあ、この新しいヤフーの見せ方とかいうのを研究している、はあ、あのなんでこうね最新ガジェットがたくさん、はあ、あるすごい人だよ。すごい人ですね。まあ、ちょっとなんで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 壊れてんじゃないこれ。こういう端末ちょっとポケットに入れやすいんじゃないですか。ああ お尻にはお尻に入れやすいとか、ね、そうです。頭に置きやすいですもんね。くっつくからね。くっつくからいらないでしょそんな。やんなくていいです。やんなくていいです。面白ピン芸人みたいな。いやいやこれすごいこれ。いいんですか。ちょっと試してみてください。眩しい。いや違う。気持ちじゃないでしょ。これそう。何やってんの。そうだってどうなってたこれ。ここに画面がある。なんか見えてるでしょ。だって画面が何やってるんですか。どういうふうにやってるのか。何これもうなんか異次元すぎるの。貸して何だこれ。やってみて。え何真っ黒だったの。そう真っ黒だったの。そうよ普通だから。はっこれちょっといじって。すごい。何ここ今24世紀ぐらいです。すごい。21世紀じゃないです。なんかやらしいこと言ってどんな動画見てるの。これはプロジェクターのように投影できる最新機器。モニターいらずよ。すごいわね。そしてこれはスマホをセットすれば自動的に360度の写真が撮れるアイテム。最先端マシンにも驚きっぱなし。であとでこう合成したぐるぐるの写真でこうマウスとかで動かして、どんな模様が全部見えるみたいな。うわ面白い。で今日はあのデコピックとキュンピックの開発しているディレクターのお二人に来てもらいます。よろしくお願いします。じゃあちょっと自己紹介を。私がキュンピックとあとペタピックっていうコラージュのアプリの大好き使ってらっしゃいますか。ありがとうございます。ありがとうございます。担当してます滝と申します。よろしくお願いします。はい、デコピック担当の入山と申します。よろしくお願いします。お願いします。上でしょ。やばいですすごいあのめっちゃ緊張しちゃいました今。すごいと思って、うん、こんな目の前に作っている人が。そう実際作っている人なんで今日はいろいろ裏技とかね、はい、あ教えてほしい。そう皆さん覚えてるかしら。去年村上学院長が札幌の特別授業で教えてくれた誰でも可愛くデコってしまうデコピック。授業では学園長が星ぶどうちゃんをこんな感じで可愛らしくデコってくれたの。星ぶどうちゃん大変身。あー可愛い。裏技的なものとかそうですね。バチデコなんですけど、はいはい、フィルターだけ変えたいなと思ったら、はいはい、後から変えることができるんですね。こんな感じです。知らなかった。よかったね。このセットだと思ってた。後から変えれないと思ってたよね、はい、すごい。好きな感じでそれだけできるんだ。選べますね。こんな感じでフィルターだけ変えれるので好きな雰囲気に。そうなんだ、はい、知らなかった。裏技かもしれない。そうだね。今日から使えるね。今日から使うからこれで。他の模様がそこにいるんだよ。いますよ。
今いますよ。あ、いた。呼んできます。あ、くるみちゃんちょっと普通に働いて。あ、本当だ。まださっきまで焼きそば食べてたから針とかついてるかもしれない。すごい。はい。じゃあちょっと一旦じゃあ普通に仕事に戻って。はい、普通に仕事に戻ります。実はその本当に普通に働いてるのよ、そこで。だって異物与えすぎだろこれは。すごい芸能人になったよ今。でもこうやってね、こうね、コスト削減的なね。いやらしい、そんなこと言わない。あとやっぱね、りのちゃんにおすすめのキュンピックが、はいはい、なぜおすすめかというとね、はい、ありますよね。キュンピックって何ですか。はい、じゃあちょっと説明してもらいましょう。はい、顔がまた普通のくるみちゃんで、くるみちゃんバンバンザイだな、大好きだ。はい、キュンピックっていうのは自撮りでやるか。ありがとうございます。自撮り自撮り。くるみたい見たい。いや、いいです。匠の技見たいよね。変わんないから。はい、お願いします。デコデコ出すぎだなこれ。明るくっぽい。え、暗い。くそ、かわいい。あ、かわいい。かわいい。全然。いいよ、別にこのままでもさ。すごい、すごい、すごい。前はこれ白くしすぎて、青ひげみたいな。そうです、そうです。そう、白い度合いが。え、何これ。このアプリですね、今ちょっとビフォーアフターお見せしますね。これがアフターで、ビフォーはこんな感じ。肌が、肌が影とかなくなってる。影とかなくなってる。そうなんです。肌が変わった。すごい、一発で顔を美肌美白にできるアプリ。すごい。バレンタイン用にハートの、いや、こんなのだと怒られてきたらもうやばいっすよね。やばいね、やばいね。やばいね。こんな送られてきたらね、俺の心がキュンみたいな。今日ちょっと星ブルーちゃんもうちょっとキュンってさせてもらえないですか。ちょっと自撮りなんてしたことない。もう星ブルーちゃんもともと可愛いからさ、してみよう色はね。あ、まあ確かにね。星ブルーちゃんでちょっとお試しいただかないとあっちは納得いかない。アプリの性能をね。自撮りをしたことないんですけど。嘘つけ。猫抱っこしていつもこれ撮ってるだろうね。笑って歯茎どんどん出して。はい、いいね。はい、いいよ。じゃあこれで。じゃあもうぜひ簡単なんでそのままやってみてください。はい、でもうトリミングちょっと下げるぐらいでいいですかね。髪の毛が切れちゃうんで、この枠の中に、はい、収めてもらって、で完了ボタンを右上、はい、でこの画面に来るともう自動で一番簡単なナチュラルな美肌美白が出てます。歯茎が、ね、健康的な色なんだ。歯茎がバロメーターじゃないでしょ今は。肌でしょ。どうなんだ、ね、あとね下の、はい、そうですね、ちょっといろんなフレームとかつけてもらいますと、おお、ちょっといいんじゃない、いいんじゃない、ちょっといいんじゃない、ちょっといい感じ。オーブがいっぱい飛んでます。いや、オーブじゃない、心霊写真じゃない。してるのに、なんで心霊、なんで私のやつだけ心霊写真にならなきゃいけないのよ。星ぶどうちゃんでもご覧の通り、トゥルットゥルのナチュラルな美肌に変身。誰でも大人かわいいを手にできるわよ。お、いい、これバレンタインで本当おすすめのやつなんで、プロフィール写真に本当今すぐ送りつけます。ブロックしていいですか。受け取って私。これがですね、はい、今ちょっとこれから出る機能としまして、デコピックと連携をしてまして、ここのデコールボタンを押してもらいます。押していいですか。はい、じゃん。でちょっと OK って言ってもらうと、今できた写真をそのままデコピックに、いつものスタンプが出てきた。はい、そうです。あ、それ公開してたっけ、これ。これから。あ、これから。先出ししちゃった。最新ニュースです。はい、最新ニュース。すごい。でかい、でかかった、でかかった。ほら。ごめん、全く全く持っていいと思わないんだけどな、これ。あ、増えた。いらないでしょ、そんなね、どんだけアピールしてんの。すごくいいと思う。さすがリーダー。ありがとうございます。でもこれちょっと連携すごいんじゃない。もう美白からのデコっていうのが一発でできる。もうすぐやるでしょ。もうすぐやる。もうすぐ使いたい。次時変えたらもう速度ものですよ。ちょっと今グイグイ来てる。飛べるのいいよね。いいね、いいね。
これは嬉しいね、作ってる方としては。ありがとうございます。来てよかった。その頃、札幌の学園では先生。あ、おい、どうした。あ、すいません、今担任の先生が出張中でいなくて、すごい夢野が悩んでるんですよ。で、聞いてもらえないでしょうか。悩み、はい、なんだ。私、うん、新しい自分に生まれ変わりたいんですけど、一体何をどうすればいいかわからないんです。新しい自分、はい、そうだな。Kさん、何かありますか。ね、はい、ふるっと変わる。ありますか。あ、はい、ふるっと変わる。ふるっと変わるですか。振るだけで楽しめるアプリ、ふるっと変わる。写真を撮ってただただ振るだけ。そうすれば新しい自分を手に入れることができるのよ。よし、じゃあ撮る前に、はい、夢のはどんな自分に生まれ変わりたいか。どんな自分ですか、うん、どんな自分。そこから悩みだな。そこから悩みだな。お任せかな。お任せです。今じゃなければ、今じゃなければいいみたいな、はい、そういう感じだな、はい、よしよし、こう撮ると。変われるかな。変われるといいね。修正して行きます。はい、ポッ。おお。ケイさん、これこういう感じで。ヒゲ生えたね。ええ、どうだ。新しくなった。ね、新しくなった自分は。ヒゲがいい感じ。ご立派です。あ、またヒゲ生えたね。ほい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 。あ、ほい。こういうのとか。どんどん変わるね。簡単に変わるね。ええ、いっぱい変わるね。ああ、変わる変わる変わる。ストップって。ストップ。はい。これヒゲだね。丸めぐらいヒゲだね、これ。ヒゲだね。これでいこうか、じゃあ。変わったわ。あ、私もやりたいです。これ、よいしょ。はい、まで。そうだな。変わりたいです、私も。じゃあせっかくだからな。はい、よし。よしよし、アイドン。やった。お、これいいじゃないの。これね、これ意外といい。トータルでいいぞ。ちょっとずれてますよ。それがいいね、またね。萌えな感じ。萌えますかね、これ。アゴヒゲもあるの、これ。アゴしか。新しい。アゴヒゲあるんだね。やじゃないですか。ストップ。はい、これにしよう。ちょんとね。やこれでいこう。ちょんとね。これいい。ちょっと威厳が出てきたんじゃないか。威厳。そうそうそう。それで悩み大丈夫か。大丈夫です。よし、じゃ授業、授業遅れるから早く行きなさい。はい、ありがとうございました。はい。じゃ行こうか。元気になったよ。いいんだね、ヒゲで。あ、失礼しました。はい。ケイさん、ヒゲだね、基本。これ意外といいね。これいいな。これでいいですか、本当に。ありでしょ。今回お勉強したアプリは、超簡単に誰でも綺麗にデコれちゃうデコピックと、ワンタップで美肌のナチュカワフェイスになれるキュンピック。そして今の自分を変えたい人は、フルットカワールで新しい自分を再発見。詳しくはヤフージャパンで検索してみてね。じゃあそろそろね、ちょっと別の場所に移動してね、いろいろ座を用意してますんで。そうですか。せっかくね、東京来たんで。さすが学園長。もう私、せっかく東京来たから、出会いが欲しいんですよ。すごい自由すぎる。だっておまけで来たのに。なんで声荒らす、荒らすところじゃないですよ。そう言うと思ってて。学園長、用意しときました。さすが。さすがです。ちなみに、ボーダー着てる。あっちの名前ね。ちょうど見える。赤い人の手前。いい感じです。はっきりと顔を見なさい。いい感じです。先生と木のせいで見えない。先生と木で。ちょっとシュッとした。マジっすか。本人でまだ趣旨言ってないんで。そうなんだ。騙して。次回、おもてなしツアー in 東京第2弾。驚愕の超豪華料理をかけたアプリバトルが勃発。そしてついに、星ぶどうちゃんに春が訪れる。安井さん、登場してください。星ぶどうちゃんの印象はどうですか。星ぶどうちゃん、あ、私の。よろしくお願いします。